藤井聡太王座、初防衛へ向けた快進撃、王座戦第1局の詳細分析と次戦への展望。9月4日、神奈川県秦野市の元湯陣屋で行われた第72期王座戦五番勝負第1局において、藤井聡太王座、竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、22歳が挑戦者、永瀬九段拓也九段、31歳、224手で勝利しました。藤井聡太王座はこの勝利でシリーズ1勝目を挙げ、初防衛に向けて幸先の良いスタートを切りました。本記事では、この対局の詳細を振り返りつつ、両者の戦術や戦局の流れ、そして次戦への展望を深く分析していきます。序盤、角換わりからの序中盤戦、永瀬九段の先手番。本局は、振り駒で永瀬九段の先手が決まり、戦法は両者が得意とする角換わりとなりました。特に注目すべきは、藤井聡太王座が三々金型の早繰り銀を採用した点です。通常、角換わりでは三二金が多く見られるところ、藤井聡太王座がこの型を選んだことは意外性があり、彼の深い研究と読みが光りました。永瀬九段もまた、これに対抗すべく二八化を指し、藤井聡太王座の攻めを遅らせる狙いが伺えましたが、これが後々の展開で一つの転機となりました。中盤戦緊張感の漂うねじり合い、高度な読みの応酬。中盤戦に入ると、互いにじりじりとしたねじり合いが展開されました。この局面では、両者が研究パートナーとしての深い知識を持っていることが明らかで、相手の手の内を読み切った上での高度な戦術が繰り広げられました。特に印象的だったのは、藤井聡太王座の冷静な間合いの取り方です。彼は、序盤からの微妙なリードを徐々に拡大しつつ、焦らずに相手の一瞬の勘手を捉えるタイミングを狙っていました。84手目の7六歩はその恒例であり、この一手が局面を大きく変えるきっかけとなりました。この手により、藤井聡太王座は一気に主導権を握り、永瀬九段に反撃の隙を与えませんでした。藤井聡太王座のこの緩急をつけた攻めは、まさに、藤井聡太曲線と呼ばれる独特の攻撃スタイルを象徴するものであり、観戦者に強い印象を与えました。中盤戦永瀬九段の猛追と藤井聡太王座の冷静な対応。中盤に入ると、永瀬九段は苦しい表情を浮かべながらも必死に反撃を試みました。特に彼の渾身の勝負手である飛車、甲を縦に並べた攻撃は非常に印象的で、これにより一瞬形勢が拮抗したかに見えました。しかし、藤井聡太王座はこの猛追にも動じることなく、冷静に対応しました。永瀬九段が放った83手目の二八化を咎める形で、藤井聡太王座は即座に7六歩を放ち、一気に相手の陣を崩壊させました。ここで注目すべきは、藤井聡太王座の終盤力です。彼は、相手の攻撃を巧みにいなしつつ、自らの攻めを加速させる絶妙なバランス感覚を発揮しました。終盤では、どのタイミングで攻めに転じるかという判断が重要ですが、藤井聡太王座はその判断力が群を抜いており、まさに、絶対詰まない、といった状況を作り出すことができました。この状態に入ると、相手にいくら駒を渡しても地玉が安全であり、勝利が確定するのです。感想戦成長を実感し、次戦への準備を語る。終局後の感想戦では、藤井聡太王座が、序盤はバランスを取るのが難しかったと振り返りつつも、次戦への決意を新たにしていました。彼は、第2局まで2週間ほどあるので、その間にしっかりと準備を整え、万全の状態で臨めるようにしたいと語り、その冷静さと自己分析の鋭さが際立っていました。このコメントからも、藤井聡太王座が常に進化し続けていることが伺えます。一方、永瀬九段も感想戦では積極的に自らの手を振り返り、次戦に向けた改善点を見出している様子が見られました。彼にとっても、この敗北は大きな学びとなり、次戦ではさらなる戦術的な工夫が期待されます。次戦への展望、藤井聡太王座の連勝か、永瀬九段の巻き返しか。藤井聡太王座がシリーズの初戦を制したことで彼の初防衛に向けた道筋が一歩進んだと言えますが、永瀬九段もまた強敵であり、簡単に引き下がることはないでしょう。次の第2局は9月18日に名古屋市の名古屋マリオットアソシアホテルで行われ、永瀬九段にとっては巻き返しのチャンスとなります。
特に永瀬九段が藤井聡太王座の弱点をどう突いてくるかが注目されます。また藤井聡太王座にとってはこの第2局での連勝が大きな意味を持ちます。連勝することでシリーズを一気に優位に進め、初防衛に向けた王手をかけることができるからです。今後の対局において、藤井聡太王座がどのような戦術を展開するのか、そして永瀬九段がどのように対抗してくるのか、将棋ファンの期待はますます高まっています。結論、藤井聡太王座の進化と次世代将棋界の未来。今回の第1局で見せた藤井聡太王座の強さと冷静さは、まさに将棋界の未来を象徴するものです。彼は単に若き天才棋士というだけでなく、常に自己成長を追求し続ける姿勢が際立っています。永瀬九段との再戦は、藤井聡太王座にとってさらなる試練であり、その中で彼がどのように進化していくかが注目されます。また、今回の勝利でシリーズ1勝を挙げたことにより、藤井聡太王座が初防衛に向けて順調に進んでいることは確かですが、永瀬九段の巻き返しにも十分な期待が寄せられます。次戦でどのような展開が待っているのか、将棋ファンにとってはますます目が離せない戦いとなることでしょう。藤井聡太王座と永瀬九段、両者の将棋界におけるさらなる成長と活躍に期待しつつ、次の対局に注目していきたいと思います。